磯貝明は日本の農学者、東京大学特別教授、東京大学名誉教授、静岡市清水区出身、1980年東京大学農学部卒業、1985年度大学院で農学博士号を取得。論文の題は、非水系セルロース溶剤を用いる、セルロースエーテル類の調整とそれらの正常に関する研究。 米国インスティチュート・オブ・ペーパー・ケミストリー科学科博士、研究員を経て、1986年に、東京大学農学部助手。1994年、東京大学准教授。2003年、東京大学教授。2020年より、東京大学特別教授。2020年、東京大学大学院農学生命科学、研究科生物材料科学専攻生子科学、研究室から、 夏季のセルロース科学研究室に移動。2020年4月東京大学特別教授の称号を付与され、新しく設置されたセルロース科学研究室を担当。店舗酸化セルロースナノファイバーをはじめとするバイオマス由来新規ナノ素材の構造、及び高機能化に関する研究など。1999年セルロース学会賞2002年繊維。 学会賞2015年セルロースナノファイバーの製造技術の開発により、スウェーデンのマルクス・バレンベリ賞2016年、アメリカ科学会、アンセルム・ペイン賞2016年日本農学会日本、農学会賞、読売農学賞2016年ホンダ賞2017年、藤原賞2019年日本学士院賞、博士論文書誌データベースによる、ハット MWP 賞に、 日本人産教授のセルロースナノファイバー研究が受賞。ありがとうございます。